こんにちは、ひろちゃんです。コメントをいただきました。質問が2個あります。エンドウなどは大抵うどんこ病が来て終了となりますが、うどんこ病の株も残差置き場やなく、すべて畑の外に捨てるのですか？そしてもう一つは、畑に入れてはいけない残差や雑草はゴミとかで出すのですか？最終的にどうするのかも教えてください、ということですが、エンドウなどは私は引き上げた後、支柱に立ててる間にカラカラに乾燥させてから引き上げをしますが、引き上げをした後はすぐに焼きます。焼いて灰にします。そして畑に入れてはいけない雑草や残砂などは産業廃棄物などに出しています。ありがとうございました。2個。